バンドメイドは日本の女性ロックバンドプラチナムパスポート所属。レーベルはポニーキャニオン。海外のマネジメントはユナイテッドタレントエージェンシーが行いライブネーションと提携。2014年から2017年まで使用されたバンドのロゴマーク。メイドの衣装を身にまといつつビジュアルとは相反する重厚なハードロックを基調とする女性のバンド。確かな演奏力と 重厚なサウンドを武器に激しいライブパフォーマンスを繰り広げ世界的に人気を得ている。日本国内のみならず北米、南米、ヨーロッパを中心20カ国以上での単独公演を行い4度のワールドツアーを実施。2014年末に YouTube で公開されたファーストシングルのカップリング曲であるスリルのミュージックビデオジャパニーズロック専門の海外ウェブラジオ曲。 ゼロックラジオがフォロワー数120万人超の Facebook で紹介したところ一気に注目を浴びることとなり、その影響で多くの海外ロック、メタル系サイトがこぞって取り上げるようになって、海外人気の高まりにつながっていった。もともと秋葉原のメイド喫茶でアルバイトをしていたコバとミクがバンドをやりたいと思いメンバーを集めて結成した。 コバト自身がメイドだったので、メイド服を衣装として取り入れバンド名もメイドのバンドバンドメイドとした。まずネットにシンガーソングライターとして動画をアップしていたギタリストのカナミにコンタクトを取り、カナミが知人ドラムのアカネに声をかけ、さらにアカネが音楽の専門学校で一緒だったベースのミサを誘って結成された。その4人で2回ほどライブをやったが、 ツインボーカルの方が面白いのではないかということで、同じ事務所でソロ活動をしていた再起に声をかけた。ツインボーカルにしたのは、コバトの声が明るいので声が低めで見た目の印象も、コバトとは正反対の再起を入れて、よりハードでロックな方向に寄せるためである。また結成時からいろいろなことができるし、音の厚みも出るからギターは日本欲しいという話もあったので再起加入時に、 コバともギターを持つツインボーカルツインギターの編成に変えた。結成当初は自分たちが求める音楽を探して様々なジャンルに挑戦していたが、スリルに出会ったことによって HR、HM よりの方向でやりたいとメンバーの意見が一致した。それまではどちらかといえばポップよりだったが、ガールズバンドにはポップロックが多いからハードな路線にした方がよりギャップが強くなるということでドラムは、 ツインペダルを使い、メロディアスだった、ギターソロもスウィープ、タッピングそして速いピッキングといったテクニックを取り入れて、現在のスタイルになった。コバトミク2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、順位は、オリコン週間ランキング最高位。ありがとうございます。